はいそれでは本日は一級建築施工管理技師の学科試験平成26年1時問8番構造力学構造設計について解説をしていきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでそちらからもご覧ください今回の問題の答えは2番が答えでとなります今回は構造設計ということで1番から4番まで、えー、各々の公式であったりあとは数値を覚えなければいけないのでこちらも暗記になるんですけどもしっかりと覚えていただければと思います 建築物に作用する荷重及び外力に関する記述として最も適当なものはどれか1、積雪荷重は積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を常時で計算するえこちらの問題は正解ですこの積雪荷重の計算の問題になるんですけどもこちらの公式としては積雪の単位荷重例えば 1cm 積もったらえこの 1cm に積もった1平米あたりの 量ですね例えばこの積雪以外の区域であれば20ニュートンと定められたりしているということですね。あとはこの屋根の水平投影面積。こちらは屋根をこう見下げたときですね。こう屋根があってこう見下げ、見下げた時の面積。これが屋根の水平投影面積となります。そしてかける地方の垂直積雪量ですね。特定行政庁が規定で定める数値のことです。このような3つを掛け合わせたもの。 が、この積雪荷重として該当していきますので、この蒸気の計算式で積雪荷重は求められるので、1番に関しては正解になります。続いて2番。風圧力を求めるために用いる風力係数は、建築物の外圧係数と内圧係数の責任より算出する。こちらの問題は不正解です。結論から言うと、差で求められるということですね。掛け算ではなく、えー、引き算で求められるというものになります。 この風圧力の計算なんですけども、暴風、台風とかによる圧力ですね。この風圧力、風圧力というものは、速度圧×風力係数、この2つで求められるという形になります。ただ、まあ、このようなものに関しては、風向きであったり、建物の形状、そして屋根の勾配等で、この係数は変わってくるということになります。そして今回、この風力係数、ここの問題になるんですけども、この風力係数の求め方は、建物の外圧,外圧係数、低い建物の内圧係数で求められるということです。 この外圧係数というのはこのように外か,ら外から押す力のことを外圧係数と言います。そして内圧係数というものは内側から押すものをこの内圧係数といわれるものになります。なのでこのようなですね、この外から押す引く内から押すというものでこの風力係数というのは求められます。まあ、今回はですね、この閉鎖型とか解放型についてはちょっと割愛させていただきます。なのでこの風力係数に関しては建物の外圧と 建物の内圧の差で求められるので今回の問題席と書いてあるので不正解になります続いて3番地震層・旋断力は2階に生じる地震層・旋断力より1階に生じる地震層・旋断力の方が大きいこちらの問題は正解ですこちらまず一体何のことを言っているのかというと地震層・旋断力というものはまあ、地震力と思っていただければいいです、まあ、地震の力のことですねこちらの、えー、求め方なんですが水平深度、まあ、この 水平における地震の震度、そして建物の重量この2つで地震で地震力というのは求められることができます。まあ、こちら標準せん断ケーせん断力係数 co と言われるものにも置き換えられ、これが0.2として使われるということですね。そして、せん断力という言葉はまあ、斜めに引っ張り、または圧縮がかかる力こう。斜めに部材があったらこう。圧縮されたら、ここにひびが入ってまあ、ひびが入るような力のことをせん、断力というと思っていただければいいです。 あこのように1回と2回があって、まあ、どっちの方が、まあえー、大きいのか、この地震による地震層、旋断力が大きいのかという問題になるんですけども、まあ、この公式に当てはめていくと、この1回の地震力に関しては 0.2×1 層分の重さ、1層分の重さと2層分の重さを足し算しなければいけないということになります。そして2層、回、えー、の地震力に関しては 0.2×2 層分だけの、ここだけの重さで良、えー、くなってしまうので、この1番と一回、えー、と2回、 ここはここでとこでか足し算しているのでこの1番の方が重くなるので,こ,れでそうこういう形になります2回に生じる地震総旋断力により1回に生じる旋断力の方が大きいというのはこちらのことを言っておりますので3番に関しては正解になります続いて4番劇場映画館等の客席の積載荷重は固定席の方が固定されていない場合よりも小さいこちらの問題は正解です 今回、この劇場であったり映画館等の客席の積載荷重という問題になります。この積載荷重というものはですね、この値に関しては、建築基準法施行令の第85条等で定められております。まあ、結論数字,の数字の暗記になるということですね。受信力であったり、あとはこの大張りとか柱とか基礎、そして床の積載荷重がま含まれてくるということになります。まず固定席というものは、もう完全に固定されている席、まあ、劇場とか映画館とかのしっかりと固定されている席ですね。 そしてこの固定されていない席というものは、まあ、取り外しができると思っていただければいいです。なので、えー、人が密集する部屋の場合に関しては非固定席。非固定席というのは固定されていないのでどけることができます。まあ、どけることができるというのはその分たくさん人が収容できるのであえて重く設定してやるということですね。まあ、固定席の場合だともうあのそれがど,ど,どけれないのでどけ,どけれてたくさん人がギュッて集まるのが、えーたえー、その分の 重く設定しなければいけないので今回の問題固定式の方が固定されていない場合よりも小さいというのはこちらのことを言っておりますので4番に関しては正解です以上のこととから今回は2番の答えとなります。